四万十川港川崎の広見川港川崎のメインストリート港川崎中心部港川崎は高知県四万都市北部にある地域。旧旗郡西と佐村に所在する。本港では同地域に存在した港川崎村についても記述する。人口統計月報による2013年7月1日、現在の江川崎地区の世帯数は672世帯。 人口は1590人である。2013年8月12日に江川崎のアメダスで最高気温摂氏41.0度を観測当時の日本の最高記録を更新した。四万都市北部に位置する。四万都川とその支流の広見川の合流点にあたる。四万都市が定める行政地区としての高川崎地区は以下の大技で構成される。 産業の中心は農業と林業で米、野菜、木材、椎茸などを産出する。木材輸送には四万十川のイカダ流しを利用していたがトラック輸送にとって変わられた。2013年8月10日最高気温が摂氏40.7度を記録。翌11日には摂氏40.4度を記録。さらに十二日には 当時の日本最高記録である摂氏41.0度を記録した。13日にも摂氏40.0度を観測し、日本初の4日、連続最高気温摂氏40度以上を記録した。その後も8月23日までの18日間、猛暑日が継続した。ただし江川先の気象観測所は30平方メートル以上の芝生を、 設置というアメダスの設置条件を満たしておらず。2013年8月の江川崎の気温と、降水量アメダスの江川崎観測所は、北緯33度10.2分、東計132度47.5分、標高72メートルの地点にある。四万都市立西都佐中学校に隣接し、付近には駐車できる場所もあることから、日本の過去最高気温を記録していこう。 アメダスを訪れる観光客の姿も見られるようになった。また、日本の最高気温記録を更新した。翌日の8月13日には、商工会が日本一の厚さを川崎の看板を制作したほか、農産物直売所の西都佐古里市で、気温41度にちなんだ41円のかき氷を販売するなど、地域振興に結びつける取り組みが行われた。 後の江川崎地区に相当する地域は、戦国時代に下山橋と呼ばれた地域の一部である。下山橋は、伊予国に占領されていたが、文明元年8月11日に、土佐国の一条凶暴が奪還したことが、大乗院寺社雑事記に記されている。下山橋で産出される木材は、国村材、または下山材として知られ、泉国境へ出荷された記録もある。 土佐一条氏は一条、金定の第二、土佐を追われ、下山郷は、長蘇壁氏の配下となった。長蘇壁元地下は下山郷で、天正十七年に建築を実施した。川崎村は下山郷の本村として、下山とも呼ばれ、江戸時代にはもっぱら、下山村と呼ばれた。江川村の建国は、長蘇壁氏が、伊予国南部へ進行する際の入り口となった。 江川村には、江川城とぬかの森城の二つの城があり、用意にも二つ城があったとする記録があるが、用意の城の詳細は明らかでない。関ヶ原の戦いを経て、長我壁氏が土佐を去ると、下山京は土佐山内氏の所領となった。江戸時代を通して、江川村、下山村、長生村は土佐藩の配下にあった。西賀方村、繁華村、 用意村は、土佐藩領から漢文5年に、土佐中村藩領に変わり、元禄2年の幕府領土佐藩、安土を経て、元禄9年に土佐藩領に服している。下山橋は、条文と下文に分かれ、江川、下山、長政、藩下の四、村が条文、その他の村が下文とされた。下山橋は、伊予国との交流が深く、方言や 家屋の様式に類似性が認められ、婚姻が結ばれることも多かった。江川は紙や弓の生産が盛んで、文政七年には紙の取り扱いをめぐって江川一揆が発生した。紙すきは調整、繁華でも行われた。下山は周雲の拠点で四万十川下流の下田との物資の往来、特に下田からの食塩の輸送が盛んであった。繁華村は、 平家の落ちうが開いた村という伝承があり、伝統的に相互浮上を行ってきたことを土佐藩主に知られ、繁華義民村として山内豊か時期、山内豊助から米を貸しされている。1874年、江川と下山に小学校が開校する。1889年、町村制の施行により、下山、江川、長生、西河方、繁華、 用意の六村が合併し、高川崎村が成立した。村役場は下山の宮所のに置かれた。たびたび洪水の被害に見舞われ、1890年には小島大明神を流出。1935年には村の中心、下山が大被害を受けた。大正期以降、交通の用として発達し、1913年に土佐中村とを結ぶ運動が開通。 1921年には同じく、中村島を結ぶプロペラ線が就航し、同年には、久保川村と愛媛県北宇和国吉野瀬村の、宇和島線吉野瀬駅とを結ぶ路線バスが開通、高川崎村内を通過した。1932年頃の資料によると、村の総生産は、農産が最も高く169,803円で、イカリン産、高産、水産、 畜産と続いた。特に政権、米、創用、溶剤、木炭が主要産品であった。第二次世界大戦中には、満州移民港川崎開拓団として363人が、満毛開拓移民として渡ったが、7割以上となる263人が、戦争の混乱で亡くなった。無事帰郷を果たした元村民も、すでに土地や家は、 江川崎に残されておらず、離村せざるを得ないなど苦難が続いた。戦後間もない1946年、村役場で火災が起き、地籍、戸籍が消失した。1953年3月26日、日本国有鉄道宇和島線が延長されて、高川崎駅が開業、終着駅となった。1958年、隣接する津大村と合併し、 西戸佐村が発足、村名としての江川崎は失われたが、下山が江川崎に解消となり、大あざなとして江川崎の名が残された。西戸佐村成立後、江川崎は法務局出張所、営林所、土木出張所などの出先機関や役場、商工会、中央公民館など村の中心機能が集中する地域の拠点として発展を続け、 1978年の西戸佐、大橋架橋後は、四万十川対岸の用意も、機能の一部を担うこととなった。それまでの用意は、陸の孤島状態にあったが、西戸佐中学校や村の総合グラウンドが建設され、一躍中心機能を帯びた。1974年3月1日には、高川崎駅以東の鉄道路線が開業を、宇和島線から淀線に改められた。 調整は文明開化以後も他の地域から隔絶されていたが、1960年の調整沈下強化橋や1970年の振動開通を通して陸の孤島から脱却し、農業の機械化も進んだ。1983年9月12日、NHK 特集、土佐マンと川西流と魚と人とが日本全国に放映され、その際にアナウンサーが用いた。 日本最後の清流の子は日本中に四万十川を表すことして知られることとなった。この番組の放映後、江川崎では四万十川を活用した観光が盛んとなり、旧西と佐村の観光客は1990年の10万人から1997年の23万人へと急成長した。一方で地元産の夏野菜や川魚などの豊富な食資源は、 キャンプ客の食材としての供給はなく、地元産品を生かした土産物も不十分である。2005年、平成の大合併により、四万都市の一部となる。地域の中心的な村であった、江川村と川崎村の名を合わせて、江川崎とした。古くからの観光スポットには、白綾の滝や琴平宮がある。白谷の滝は、落差が10メートルほどあり、天保8年には、 宇和島藩主が訪れている。四万十川が観光資源になるという認識は1980年代初頭まで地元住民にも高知県行政にもなかったが、1983年以降、四万十川中流域にある江川先に観光ブームが訪れた。四万十川は淵と背が交錯し、遺跡がないことからカヌーに最適とされ、日本有数のカヌーの盛んな地域となった。 拠点となる、四万十川の駅カヌー館には、カヌー資料館が併設され、周囲では、カヌー教室や、リバーツーリングが展開される。ホテルセーラシマンと、西戸佐山村ヘルスセンターをはじめ、西戸佐高川崎に、道の駅一駅及び、旅館一軒、西戸佐用意に民宿が二軒、西戸佐西家方に民宿が一軒ある。港川崎駅予線が全通するまでは、 高川崎駅が終点であり、四万十川上流の集落や下流の中村へ向かうバスの拠点でもあった。谷筋に沿って愛媛県宇和島市や四万十町へ至る道路は地域の主要路であり続けた。四国旅客鉄道予土線に市と騒がすいずれも高川崎駅を奇終点としている。ありがとうございます。